明日か今日が2月14日で、うん、バレンタインらしいんですよ。バレンタイン恋愛っぽいゲームやりたいなと思ってて、うんうんうん、これでこれでこれやりましょう。聖末で清末雨風聖末です、はい、はあ、我々も鳩なのこれ。我々どうなんですかね、これ鳩だけじゃないんですね。ね出てきたね、ヨータってんでしょ。そう、あ、これなんだ。あー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 、なるほど。河原良太くん、河原良太くん、嘆き、なるほどね、藤代嘆き。あーあーあー選択肢出ましたよ。どれにする？え、図書委員かな。わかります、うん、ちょっと嘆き押していきたいですね。ちょっとね、面白い。それだけ、それだけ僕がみんなにいじめられてる雨風さんはそう思ってるんでしょ。僕もそう思ってた、うん、思ってます、うん、多分そうじゃない、いじめられてる方がもしかしたらまだ良かったかもしれない。え、僕はもしかしたら、あ、あんまり一人で缶詰しても逆効果になるよ。あ、待って、え、やっぱり一人で缶詰、缶詰何言ってるんですか。私は一人じゃ、あれ、光の速さで先に帰っちゃったとか、今日は期末テストが返ってくる日。2学期って出しから実力テストがあるし、うん、模試もあるし、試験ばっかりだよね、うん、ほう、うん、こいつ、カズ声細っ、すごいね、ゆかさん、高価、高評価、合計、学年トップだよ。やった、すごい、勉強しまくりましたからね、僕ら、うんうんうん、知力1しかなかったのにね。 あ、来た、クリスマスイブですよ。図書室の開放期間も終了、うん、あと3学期が始まるまでここに来るようもないんだけど、お、困ったことに外が吹雪です。油断した、ついさっきまで晴天だったのに、うん、嵐の中荒野を渡って家に帰るのはちょっとね。そうだね、あの家は結構ね、出た、嘆き、出たまだいたんだこの間のこと ね、あ、消えてたやつかな。本当はもう帰ろうと思ってたんだけど、うん、ほら、雪収まるまで待ってようかなって、うん、ふんと答えるだけ答えると、私の隣に座って本を読み始めた。おう、おう、最初の頃はトゲトゲした距離感があったけど、嘆くくんなりにちょっとずつ心を開いてくれてるのかな。うん、今は何読んでるの。クリスマスキャロル。あ、あ、そういえば今日ってクリスマスイブなんだね図書室では静かに静かに言われちゃったよ。おー、すっかり忘れてた。ということはこれってホワイトクリスマスなんだね。うん、どっちかっていうとブリザードクリスマスって感じだけど、あともうちょっとで読み終わりそうだね。今ティムが死んでスクルージが墓穴に埋められたところおう、怖い、怖いシーンだ。読んだことないの、図書院なのに。ティムは体が弱い男の子で、まだ小さいうちに死んでしまう、小さいうちに死んでしまう、うん、その未来を 見た主人公スクルージは悲劇を回避しようとする。へえ、そうなんだ。古典だと思ってたけど SF っぽいんだね。すごい、僕ら鳩に教わってますよ。確かに、うん、未来を見てみたいな、将来の困ったことを回避できる、うん、別にそう、未来なんて僕には関係がない、今があればそれでいい。これさ、予想だけどさ、うん、主人公死ぬのかな。え、そんなことが死んで二人で図書室で生きるのかな。怖っ。あ、そういうわけじゃない。そんなことないんじゃないわかんないけど今という時間が穏やかに流れていく、重たい話なのかな、うんうん、こういうクリスマスの過ごし方もいいよねいいのかな私は嫌かな、ね、お、ご来光、ご来光ちゃん、せっかくだから初詣に行こうかな、うん、お、初詣、初詣なんて鳩いっぱいいるんじゃないのね境内は鳥がいっぱい、うん、みんな冬着てふかふかしてる、うらやましいな、うん、お守りなんか買って帰ろうかな。うん、あれ、なんかついてる、あ、りょうた、うんうんうん、今日と明日だけの臨時バイト。そうなんだ、似合ってるよ聞いてるじゃんお守りを買いたいんだよね。3種類あるけどどれがいい。そうそう、うん、あ、選べんだ。ここで選択肢ですよ。学業、技芸、技、うん、破壊で、どうしよう。ここまで来たら、うん、学業に次ここ、そうだね、学業にしよう、うん、極めよ。これで3学期か。来た、3学期、うん、
マメンタイン？なんか豆を買って帰ろうかな、うんうんうん、気になる男の子に豆を送る日だけど、昔は鳩に豆をぶつける日だったんだ、うん、そんなものはない店員が言う豆を求めですか何かおすすめの豆ってありますか？こんなおしゃんなお店なんだね。ね、少々根の張るレース派と塩配合豆ですが、皆様それぞれに好みがありますから、うん、どれか一つ押すのは難しいですね。お800円のラーメンより500円のラーメンの方が美味しいってこともあるもんね。うんうん、うん、どれを買っていこう。お、選べますよ。何でもいい。なんだこれ、なんだこれ。何でもいい。安心コーン、ビター黒豆、カントリーなのみ、もりもり朝のみ、高級ブレンド豆。じゃあ高いやつ買っとく？高級ブレンド豆しますか、うん、ね。じゃあこれで。うん。誰にあげるんですか？確かに。あ、これあげるの選べるのかね。で、かもしんないですね。今日、マメンタイン、うん。気になる彼に豆を届けよう。うん、お洗濯か？あ、洗濯しかない。図書室に直行したい。うん、2月ってまだ寒いですからね。うん。いた！いた！図書室では。静かに怒られちった。申し訳ございません。うん。死んでるからね。うん。別に平気だけど。平気だけど。アメコさん寒いの？この BGM。何この BGM？ 毎回この BGM。うんうん。今日マメンタインだから。うん。はい。今日は一番大切な鳥に豆をプレゼントする日だもの。あ、めっちゃはみ出てる。受け取ってくれる。ほんとだ。はみ出てる。はみ出てる。うん。ありがとう。うん。もの珍しそうに豆袋を眺めた。うん。気に入ってもらえますように。終わった。どうなるんだ、この後。お豆食べたのかな？ね。うん。また本だ。たくさん届く日なのだ。図書委員のお仕事を昼休みのうちに済ませないとね。よし、あとは図鑑を写せば終わりかな、うん、あれ？カウンターにメモが貼り付けてある。はい、うん、うん、なんだこれ。あ、放課後他に鳥がいない時間ここに来て嘆きなんだこれは。お、なになに。侍の果たし状より簡潔だ、嘆きくんらしい。うん、何の用だろうね。何の用ですかね。告白？え、そんなロマンチックなことを嘆きができるんですか？嘆きくん。来るかな？あ、こ、こ、よ、よ。何これどういうこと？嘆きくん？くーじゃなくて？あ、あ、いた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 。あ、ここだよだったんですね。いつの間にそんなに近くに。ずっと。怖い怖い怖い。怖いよ。どうしたの？いきなり呼び出して。うん。話がしたい。なんか深刻そう。なんだ話。なになに、なによ話の続き。なになに。あ、出た。いじめの例のやつか。例のやつですね。うん。よし、続きを聞きましょう。気づいたこともいくつかあるんだけど。おう、死んでくれないかな。あ、外出よう。外出よう。え、出れるの？出れないって言ってなかったっけ？ね。え？あんなに嫌がってたのに？うん。外出よう。はい。うん。あ、じゃあ、出ましょうか。じゃあ出ましょう。うん。先に出て、はい。はい。で、出ます？はい。うん。ね。あれ？なぎくんの方。うん。羽を這わせている。透明な壁のパントマイム？見てて。うん。数歩下がって助走をつけて。ほう。うん。虚空に突進した。ほう。何や、ドン。わ、あれ、透明の壁で跳ね返って図書室の内側に転がっていた。うんうん、パントマイムにしては高等技術すぎるよね。そうですね。ああ、やっぱ出られないんだ。出られないのね。はい。どういうこと？出られないか。何？ここから。僕は目が覚めるとここにいる。それから、意識が遠のく時間があって、うん、しばらくするとまた目が覚める。するとここにいる。うん、その繰り返し。
あ、怖い。怖い。怖い。怖いな。もう気づいてるんじゃないの？どうして僕がみんなに無視されてるのか。まあ確かにちょっと怪しいよね。うん、もしかして。え？嘆きくんが。え、どっちなんだろう？存在感がないから。え？え、でも透明な壁に当たってるから見えないからですね。うん、見えないんだね。うん。さすがに存在感ないからにすると。うんうんうん。いじめだね、もうこれは。うん、もうね。見えないからでしょう。うん。私にしか見えてないから。多分ね。多分ね。うん。うん。それがわからない。うん。ここに一人で話す相手もいなかったから。あら、かわいそうに。かわいそうに。おい、読み終わっちゃったんじゃない？ね。時間の感覚が狂うんだ。かわいそうに。どれだけの時間ここにいたのか僕も知らない。うん、なんかよく見たら嘆き透けてません？確かにちょっと透けてる。後ろ。さっきより透けてる。透過されてる。ちょっと透過されてる。少なくとも学園祭は5回は見てる、うん。今年になって君が図書室にやってきた。うん。そして僕に声をかけた。うんうん。年上なんだね、じゃあ。うん。ずっと自問自答しかしてこなかったけど、おせっかいな君は、僕に何度も会いに来た。うん。他人と話してるうちに徐々に思い出してきたよ。うん。僕がなぜここを出られないのか、その理由も、なんとなく、ね。うん。怖い！理由？何が？僕がここで、僕を殺した。そんな自殺したの？だから、ここを出られない。うん、僕の時計はここで壊れたんだ、うん、針は行ったり来たり、毎日何も変わらずにずっとここにいて、ずっと一人で、はぁ、あ、かわいそう。いじめられるなんてそんなはずない。うん、だって僕は最初からここにいないから。うん、後悔はしてないんだ。僕はここで死んだんじゃないかってうすうす気づいた時もそうだった。うん、うんうん、選んだのは僕だったはずだから。うん、だけど雨風さんが何度もここに来るから、ちょっとだけその気持ちもぐらついてる。うんうん、こんな形じゃなくて、もっと、うん、あれ、もっと薄くなってる、うん、やばい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 。薄い薄い。もっと雨風さんと普通の相方をしていたらって。うん、ほんとだよ。薄い、消えちゃうよ。私はうつむく嘆きくんを抱きしめた、うん、あ、チューする？ぼんやりと触ってるような感覚はある。だけど、うん、体温は感じない。同じことの繰り返しでここに座ってるだけの終わりのない毎日は僕にとって苦痛だったけど、うんうん、それはいつの間にか麻痺していた。うん。苦しみを苦しみと感じなくなってた。うん。そんな感覚、とっくになくしたと思ってたのに、雨風さんが余計なことするから。うんうん、あ、消えちゃう。あ、私がみんなの分まで嘆きくんと話をするよ。いつかここに出られる日が来るかもしれない。うん。それは多分無理。あら。無理。僕が君と話をしているうちに、僕に変化が起こった。その正体が何なのか、うん、僕も最近までわからなかったんだけど。うん。あ、消えそう消えそう。あ、うん。きっと、雨風さんから学園の話を聞くことで、失った時間を取り返そうとしてたんだ。うん。僕が過ごすことのできなかった、ここでの時間を、うんうんうん、頼んでもないのに学園で起こったことをペラペラ喋るから、本当せっかい。おかげで、すっかりここで一度過ごしたような気分に今なってる。ごめん。ごめん。だから、もうおしまい。あ、あら、あ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 ら、あ、同じところをくるくる回っていた時計の針が止まる。うん。あらら、嘆きくん。あら。こんなに近くにいるのに嘆きくんの声がなぜか遠い、うん。よく見ると足元がうっすら消えかけている、うん。足元どころじゃないですけど。うん。全身だね。もうね。嘆きくん待って。薄い薄い。こんなにお話ができたの初めての。どこまで投下するのこれ。うん。これが最後なんて嫌だよ。うん。泣かないで雨風さん。僕は本当はもうここにいない。うん、悲しむことなんて最初から何もない。はぁ、だって。うん。あ、やばい、やばい。ギリギリ、ギリギリ。まだ、まだ、まだギリギリ。まだ見える。最後に一つだけ言わなきゃいけないことがある。うん。うん。これも君と話してるうちに気づいた。ギリギリ。あ、うん、僕の狂った時を止めるための秘密のおまじない。うん。ダメ。言っちゃダメだ、嘆きくん。私もっと、嘆きくん。本当だよ。僕は満たされるほどに消えていく。僕をここまで消したのは、雨風さんなのに、
今更止めるなんて勝手だと思うけど、うん、まだ伝えたいことがあるのに。薄い薄い薄いシュール、鳩がうっすら見えてる。うっすらだね、ほんとシュール。アメカズさんからは十分すぎるぐらいにいろんなものをもらった。うん、僕はもう満足してる。消える秘密のおまじない言うよ。何、うん、ありがとう。うん、大好きだよ。あ、大好き。うん、あ、やばいやばいやばい。ああ最後シュンと消えたな。え、え、終わり。え、嘘。え、そう。終わりなの。え、バッドエンドじゃん。エンドナンバー4、夢の終わり。あ、エンディングがいくつかあってエンディング4だったってことか。ってことですね。うん、なるほどね。嘆きくんコースはこんな感じなんだ。僕たちのバレンタイン向けに撮った、うん、ハートフルボイフレンドは、うん、嘆きが消えてるの終わりだった。なにこれ。なんかもっとね、あ、両思いになれた、イエーイ、ね、そうそうそう。やばい、もっともっとバカみたいなやつだと思ったんですけど。やばい、なんかうつエンドになっちゃったよ。うつエンドですねこれ、うん、ちょっと他のエンディングもいずれやります。ちょっといずれやろうね。ちょっと気になるよね。気になりますよね。うん、せっかくだしね。そうそう、せっかくだしやろう。主人公が、うん、雨風が、うん、いろんなところに行った時に、うん、滅びた文明が映ってたりしてたじゃない。そう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 。あれも気になるよね。あれも多分何かあるんだろうね、うん、きっと。今年のバレンタインは雨風はちょっとダメし、恋愛失敗しました。恋愛失敗しました。すいません。失敗しました。すいません。皆さんになんかレクチャーできるかと思ったんですけど。うん、ね、本当は恋愛の先生みたいな感じでね、ですね、なれると思ったんだけど。何もできなかったですね。取り残されました。鳥だけに。バイバイ。バイバイ。